リンダリンダリンダは山下敦弘監督による日本映画。映画プロデューサーの根岸博之によるストーリー企画が第1回日本映画エンジェル大賞を受賞し映画制作がスタートした。当初の企画では留年した中島田花子が主役であった。ギャル版がライブハウスで演奏合戦という設定もあった。企画が行き詰まった時に山下監督が 吠える犬は噛まないのペドゥナオフと思い出し、映画祭で会ったことのある、ポンジュノのコネによって出演が決まったという。ペドゥナは、同監督のリアリズムの宿のファンであった。なお、企画の初期段階では、木村カエラ主演案もあり、彼女の名も協力者としてクレジットされている。撮影は2004年9月9日に開始され、ほぼすべてが群馬県高崎市と前橋市で行われた。 また、舞台となる高校の撮影場所は、現在では、旧校舎となった前橋工業高校である。他、県内の音楽センターなども使用された。フィルムコミッションの利点が、最大限に発揮された作品の一つであると言える。劇中に登場する、主人公たちのバンド、パーランマウムは、ユニバーサルミュージックより、CD もリリースされた。 映画雑誌の映画芸術で2005年の邦画ベストランキングで1位を獲得している。同じく映画雑誌のキネマ旬報による第79回キネマ旬報ベスト10では日本映画ベスト10で6位、読者選出日本映画ベスト10で3位に選出された。また、この作品の演技で歌詞優が第29回山地文子映画賞新人女優賞を受賞した。 とある地方都市にある高校。文化祭を数日後に控えたある日、軽音楽部所属の5人組のガールズバンドが、ギターの骨折を発端に分裂してしまった。ギター、ボーカルがバンドを離れたが、ステージに立つことを諦めなかった3人。彼女たちはたまたま目の前を通った韓国からの、留学生をボーカルに引き入れ、ザ・ブルー・ハーツのカバーを目指す。文化祭ライブ当日まで、あと3日。 より道だらけの4人の練習が始まる。ワッツモア、パンクザンティーンズスクリーミングイン、エーパーブリックライブラリーありがとうございます。